沖縄市市政施行50周年記念イベントエイサーナイト2024。ありがとうございます。たくさんの皆さん来ていただきまして、ありがとうございます。はい、裏で話していたコロッケ野郎はこの人ですね。はい、そうですね、コロッケ最高なんですよ。コロッケないですけれども、ね、あの屋台も出てますし、そうですね、美味しい飲み物をたくさん用意してますので、はい、さあ皆さん、本日は本当に暑い中、会場にお越しいただきありがとうございます。はい、沖縄の夏を彩る青年たちの勇壮で可憐な演舞をどうぞお楽しみください。こうやって会場を見渡して見てみますと、まあ、地元うちなんちの方々もいらっしゃるし、はい、観光で訪れている方、うん、で海外の方も結構ね多くいらっしゃるだろうなと見受けられますけれども、はい、見ます、ね、会場の皆さんに拍手でお答えいただけると助かります。嬉しいです。沖縄から今日ここに来たよという方、拍手。あ、やっぱ多いですね。ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。あ、じゃあ沖縄以外旅行で沖縄にやってきましたという方、拍手お願いします。あ、すごいね。あ、じゃあこの辺りは結構海外の方いらっしゃるんですね。はい、そうですか。まあ、皆さん、エイサーをね、楽しみにお越しいただいているはずなので、はい、この後すぐ、今日の青年会の皆さんが登場しますので、ご紹介させていただきたいと思いますね。今日はね、4団体が登場ということで、もうステージ向かって左手の方に旗頭で、地方の皆さんスタンバイしてますけれども、まずは、登川青年会の皆さんが登場ということですね。はい。さあ、それでは、ご紹介させていただきます。はい。本日のエイサーナイト、まずはじめは登川青年会の皆さんの登場です。スローテンポなティーバトゥーからアップテンポなサッシキ節へとつなげるなど、曲調の緩急に合わせた変化に富んだ動きと型が特徴です。久高まんじゅうスルーでは締め太鼓同士で向かい合って太鼓を叩き合う場面があり、見どころの一つとなっています。それでは大きな拍手でお迎えください。登川青年会の皆さんです。それではどうぞ。
Thank you.
Bye.
はい、ありがとうございました。今一度大きな拍手お願いします。沖縄市登川青年会の皆さんでした。去年ね、再結成をした皆さんですけれども、はい。